創業明治32年手ぬぐいを作り続けて120年、老舗手ぬぐい問屋5代目が語るオリジナルを作る上でのワンポイントアドバイス、これをですねしていきたいと思います。いつもですね、この頃、いつもというかこの頃ですよね、特にコロナの騒ぎでですね、今8月なんですけども、まだいまだにね、どんどんこのコロナにかかる方が多くって、本当ね、世間も静かで、イベントなんか当然ないんですよね。で、すごく静かな状況になっています、市況はですね。それでですね、ただやっぱりオリジナルの手ぬぐいっていうのをですね、やっぱ作りたいという方もやっぱりおられます。で、どういった方かって言われると、学校のですね、剣道部であったりとか、あるいは県友会とかでのその連手ぬぐいっていうのを作りましょうということで、こういった時期ですから逆にですね、ちょっと作って、士気を高めるっていう夢もあるんでしょうか、時間もあるんでね、作りましょうということで我々にご注文いただくこともあります。で、ある程度ですね、どんな作り方にしたらいいかというのもね、ちょっとお伝えしようと思うんですけども、プリントの手ぬぐいとか本染めの手ぬぐい、抽選で作る手ぬぐいっていうのはオリジナルに適しているわけなんですけども、大体このオリジナルで作る場合の手ぬぐいの作り方っていうのは大きく分けて今の2種類、プリントと抽選っていうこの2種類があるわけなんですね。本染めとプリントっていう、プリントはですね、ご存知のように、こういった感じですね、全体に、こういった形で入れたりする場合もこのプリントで作る。で、見ていただいたようにその細かいデザインというのが非常に得意なんですね。で、この馬の表情であったりとか、兜のこの感じっていうのも鎧の感じっていうのもちゃんと表現できるのがこのプリントです。ちょっとね、ここまで表現できないと思いますね、本染めではね、こんな感じですね。ただ裏はですね、こういった感じで白いんです。これが特徴では特徴になりますね。で、こういったものもありますね。これはちょっとプリント範囲を制限したようなものという形で、一番よく、価格的にも抑えられるような作り方ですけども、こんな感じですね。これも細かいところまで表現できています。で、見ていただいたように細かいところまでできている、これがプリントの特徴になります。そうですね、後ろも見せられてますね。これはやっぱ白っちゃいけないですね。真っ白ではないですけども、つける感じになります。で、もう一つがこの本染めっていう方法です。よく剣道の手ぬぐいで、使われるので、こういったものをちょっと持ってきてお見せしていますけども、こんな感じですね。全体に色をつけて、もうね、先ほどのものよりもやっぱり大きな図案じゃないとちょっと難しいっていうのがこの本染めです。これ裏表ちゃんと色というのも、注ぎながらですね、染料を注ぎながら染めるっていう手法になります。ですからやっぱり細かいところは表現しにくいっていうのがこの本染めなんですね。またもう一つがこれですね、もうプリントでしたらね、もっと細かいところまで表現できるのがやっぱりですね、字も、日本語もちょっと大きめに作られています。大体線幅は1ミリぐらい必要だって言われているのがこの染めですね。裏表ちゃんと取っています。で、それぞれのデザイン的な特徴はそういったところで、プリントは細かいところまで表現できる。で、本染めはちょっと太めのデザインじゃないと難しいっていうのがありますけども、あと素材っていうか出来上がった感じの雰囲気っていうのは本染めの方は注ぎながら染めます。で、全部裏までね、きっちり生地にまできっちりとその染料が通る形で染めていきますので、出来上がりが非常に柔らかいっていうのが特徴ですね。一方プリントの方は、顔料になりますけども、やっぱり若干硬くなるっていうのが特徴です。で、顔料っていうもの自体は水をはじく性質がありますので、白の多いプリントでしたらそんなに気にならないのが、全体に色をつけてしまったりするとやっぱり硬くってあんまり水が吸わないっていうのが出てきます。
ただですね、額に入れたりとかそういった場合は別にそのね、細かいところまで表現できている方がいいわということであれば、プリン顔料プリントなんかでも額に入れたりすると綺麗には表現できると思いますけども、その実用的な面を考えるとやっぱり本染めの方が柔らかくて吸水性もいいということで使いやすいということがありますね。まあ大まかに大体プリントと本染め抽選という形ではこういった違いがあるわけなんですね。ただやっぱりデザインによってこれはちょっと細かすぎるからできないだろうということで断念される方もね、本染めでは無理かなって断然される方もおると思うんですけども、やっぱその辺はですね、我々の業者さんにですね聞いていただきましたら、いやこれは実はできますという場合もあったりします。それとかですね、こういったものリピートの同じ柄なんで型代も安くできるだろうということで、考えられてると逆に総柄になりますとすごく型代が何万円とかかったりとか、そういったこともあるんでね。ですから一度ですね、そういったことも踏まえてですね、我々のような業者さんに聞いていただくのが一番いい方法やと思います、ね、ぜひそんな形でオリジナルの手ぬぐい作ってみてください、まあ、こんな機会ですからね、ぜひ、時間もあると思いますのでぜひ作ってみてください。よろしくお願いいたします。